おはようございます。セブライフの友です。茶色豚3回目の種付けということで、4月にね、4月にあの子たちを出産して、7月に1回種付けで、4月末に1回種付けしたんですが、また発情が来て今9月ですね。3回目の種付け、今までね3回目ギリ3回目ぐらいまで種付けした母豚いるんですけど、4回目以降はねまだないので、3回でね無事に、着床っていうのかな、はい、がついて妊娠してほしいなと思います。はい、この子たちもうすぐ生後5ヶ月ですね。順調に大きくなってます。はい、それでは、精液をねもらってきたので道具で、ね、種付けしていきたいと思います。はい、ということで種付け終わりました。まだねあと1個ボトルがあるので、また種付けしたいと思います。はい、これでうまくね妊娠してくれるといいな。前もね2回種付けしてるんですよね。この子は多分また1回種付けで出産して、また1回ね6月に種付けしてもう発情来てないので多分妊娠してると思います。この子は3回種付けしてようやく妊娠という感じですね。本当にお母さんによりけり、母豚によりけりって感じですね。でも1回で種付けして出産してるのが 1,2,3,4 頭ぐらいいるのかな。あと3頭が、2回3回と、まあ難しいですね。はい、はい、ということで、茶色豚のお母さんですね、3回目の種付けでした。すくすく大きくなってます。茶色豚ももう80キロぐらいあるのかな。いい感じですね。こっちの子たちもね順調に育ってます。あの子たちはもう20キロ以上ありそう。はい、ということで今日は3回目の種付けの動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイ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 。君たちは全然ビビらないんだね。すごいな、なんでだろう。それは嫌なんだ。そういえば眉毛ちゃん、この子眉毛ちゃんかな。もっとねしっかり眉毛ちゃんがいたはずなんですが、この子とこの子かな。こう毛が長くなってきて、なんか眉毛がぼやっとしてきてますね。はい、バイ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 。